はい、アンディです、今回なんですけども出ました、今月のフォトブック追憶です。ちょっとこちらのご紹介をぜひさせてください。はい、アンディです、毎月1冊出すと決めたフォトブックですね、これは4冊目になるんですかね、4月分ってことで、リーネ転生から始まりまして、デイドリームでライドオンで、今回が追憶です。はい、追憶はね、今まさに開催されている茅場町での写真展の僕の、写真の全体のタイトルですね。ここに載ってる写真の中から厳選したものを茅場町の写真展に飾ってますので、リンクしてるんですね、僕の中で。これはで、写真展やりますよっていう動画でもちょっと解説してるんですけど、今回の、写真展のテーマが、まあ僕追憶って言ったんですけど、これ何でか追憶かっていうと、まあ、僕が1年間前回の1年前の写真展から今までで撮りためた写真の中から自分の記憶の中に残ってる、ああの写真良かったよなってものをピックして、それを、展示したっていう話をしてるんですけど、まさにそれで、これが全ての自分のピックが入ってる写真集です。で、この写真集のさらに抜粋、より自分の中でなんかインパクトが強かったとか、インプレッシブだったものを並べてるのが写真展の写真展コーナーになっているので、まあ、ぜひね、よかったらこう合わせてお楽しみいただけたら嬉しいなというふうに思っております。で、今回はね、もう間もなく、写真展あと多分残り土曜日曜の2日間だと思うんですけど、土日どちらも僕在庫してますので、これもね、リアル販売を行っておりますので、よかったら手に取っていただけたら嬉しいですし、ちょっと今日はね、もう大盤振る舞い、また中身全部見せっていうのをやっていこうかなというふうに思っております。はい、ということでね、追憶、全ページ見ていきたいと思います。こちら表紙ですね、雨ですね、傘、なんかすごい宇宙に見えるかなと思ってなんか撮った記憶が残っております。追憶というだけあってね、やっぱり、ね、一個一枚一枚ね、全部ね、こう記憶が残ってると言いますか、あの時あの時の写真良かったよねみたいなのをね、今回全部集めてますんで、まあ、これがその一枚の追憶、これもね、雨のイメージですね。いやー、なんかね、言葉もね、添えながらやってるんですけど、今回仕掛けとしてね、前から読んでいくのと後ろから読んでいくとね、ちょっと意味合いが若干変わって聞こえるみたいな、そういう設計をしているので、ね、その辺も楽しんでもらえたら嬉しいなと思っておりますが、はい、こちらはね、隅田川でしたかね。でもなんかこの波の表現って僕やっぱ好きなんだなと思って、今回いろいろ出てきますね。はい、こちらは大阪なんですけども、鏡越しに写した写真っていうのもね、この時のなんか印象の中に残ってるんですよね。そして海ですね、これは7月に村さんと合宿に行った時に撮って、なんかその時はね、作品に消化できなかったんですけど、でもなんか多分好きだったんですよね。今思い返すとすごくこう、あ、意味合いもね含めてこうなんか刺さってくるという感じが自分の中にありまして、こことかもわざとね同じような写真並べてるんですけど、微妙に違うと、同じものっていうのがもうなんか繰り返されないよねっていうような、同じ波って二度と来ないよねっていうような、なんかそういったメッセージ性が込められたらいいかなと思って、こんな感じで出しましたけども、今回のフォトブックちょっとページ数が多いんでね、サクサクいきますけども、はい、こちらはね、沈んだ船なんですけども、まあ海つながり水つながりで撮ってるんですね。結構こういう栄枯盛衰といいますか、まあなんかこう古きものがまた、まあ、滅んでいってといいますか、なんか失われていって、でもまた新しいものが始まるみたいな、まあ、これって結構初期のね、あの輪廻転生の考え方にも若干つながるものがあったりとかして、まあ、僕のなんかそういう思想思考っていうのがなんかそっちにやっぱあるんだなっていうのをすごい深く考えましたね。はい、でこれは、太陽と水しぶきっていうことで、まあ、自然のなんかエネルギーみたいなのを感じた。でもなんかこうすごくね、印象的に残っていて出さなかったのは、多分この日まで撮っておいたという見方もできるなぁなんて思いながら、写真集というか、まあ、このフォトブックにまとめたんですけどね。なんか不思議な感覚がやっぱありますね。そしてこれ空ですね。でこれもね、雲の隙間からバーッと光が出てるのが見えていて、でこれ、まあ、多少確か、暗くしてはいるんですけども、あんまりいじってないはずなんですよ。なんかこんな絵が出てくるのがライカ M11 の凄さかみたいなところを覚えてて、この1枚をチョイスしたっていう感じがあるんで、これ結構僕の中では印象的な1枚ですね。すごいなと思った記憶がやっぱ残ってると。はい、こちらはね、フォクトレンダーの 40mm を買ったばかりの頃に撮ったね、これは小倉ですかね。すごくこう晴れた日にこうシルエットで撮りたいぞと思って撮った、なんかイメージ通りの写真が出てきたっていうのが、まあ今回のこの1枚っていう感じで、
はい、そしてこれはね同じ場所で、橋の影を取った水面に揺れる橋ですね。これはもう本当にね色がまず好きで記憶に残ったのが一つと、でちょっとこれは僕が前々から言ってた抽象表現、やっぱりねこう水の中に何かを溶かして撮るっていうのはね、1年前の写真展でもやってましたし、京都でのね村さんとの2人展でも出してたりするんですけど、なんかそれの延長線上に若干近づいてきてるんじゃないかなと思って、僕としてはこういうリアルでそういう、抽象が撮れることはすごく理想系ではあるので、なんかこの写真はすごくそれが撮れたといいますか、なんか一つのきっかけになった記憶があるっていう意味ですごい強い印象が残ってたっていう感じでしょうか。はい、こちらはね京都をね散歩してる時に撮った1枚で、これ光の当たり方と空の暗さがものすごく僕の中でハマった1枚なんですね。これ多分撮って出しなんですけど、なんかこういじらずに出てくることにハマり始めたきっかけみたいなのがこの1枚かもしれないですね。多分 F8 とかぐらいに絞ってて、シャッタースピードも多分2000分の1とか4000分の1とかそれぐらいだと思うんですけど、ああなるほどねっていう、僕の色ってこういう風に出したいんだねっていうのをなんか1枚感じた、そういった写真ですかね。はい、そしてこちらはね針金を取ってはいるんですけども、まあ、これもね奥の色ですね。多分この日曇りだったのか、多分そんなに光が強くない時で、で多分後ろはこれ、白いビルなんですけども、まあ言ったらねこれ開放で多分撮ってまして、抜けがビルだけになるように角度を作っていったんですけど、この絶妙なグレーが出たところが多分記憶に残っているので、こういうのすごい好きだなと思ったっていう、なんかその1枚ですかね。これがちょうど真ん中の部分になってまして、まあ、いくつもの開口を経て今があるっていう、この言葉の前後で、似たような文章をこう前からも後ろからも読めるようにちょっと今回設計してみましたので、なんかねその辺楽しんで読んでいただけたら嬉しいですね。はい、こちらは、川を散歩してる時にあったバスが3台連なった橋っていう感じで、結構なんか面白い絵だなと思って、とっさにこれシャッターをしたんですけど、本当はなんかここがもう完全シンメトリーとかになってると理想的だったと思うんですけど、まあなんか人生そんな甘くいかないよねっていう。でもやっぱこの雲のね空の感じとか、まあ、手前この辺はちょっと黒っつって潰したような記憶はあるんですけど、まあ、色自体はなんかまあ本当絞っただけであんまりいじってなくてですね、本当はもうちょっとこれ明るく撮った方がいいだろうっていうイメージもあると思うんですけど、僕はこういうなんかおどろおどろしいなんかファンタジーに近いイメージに出せたことがやっぱ嬉しかったっていう一枚でしょうか。はい、ここはね若干ちょっとまあ言ったらお寿司でのガリを入れたかったっていうのがありまして、ちょっとずっとお腹いっぱいにしたくなかったので少し抜け感でも、まあなんか自分の中で好きな写真を選んでるって感じなんですけど、この信号はねなんか両面がこう見えてるこの対比で、本当は最初こうセンターに合わせてこうシンメトリーで撮ってたりとかしたんですけど、結局僕やっぱシンメトリー構図よりもなんかこういうちょっといびつな曲がった構図が好きなんだなってことを、まあ気づかせてくれた一枚でもあるのかなと思いまして、なんかまあ気軽な感じがちょっとしますよね。構えてないというかですね。でこちらはね影のとこ光のこの印象が良くて、これも取って出しですね。なんかすごく自分らしくないのに自分らしいっていう、すごいこうなんか相反する一枚だった記憶がこれは残っていますね。ちょっとでも優しいと言いますか、こうなんかリラックスした1枚に1ページにしたかったなっていう感じでしょうか。はい、こちらはねもう僕が今、定住しているホテルのね一室のね夕方ですかね、明け方かもしれないですね。ちょっとそこまで覚えてないんですけど、なんかこの絶妙な色味が多分好きで、でちょっと自然な感じで撮れたっていうのもあったりとかして、なのでこれ印象に残って1枚残してます。でこちらは博多ですね、歩いてる中でこう光が差す道を歩いてるシルエット、もうこれもとっさにパッと撮ったんですけど、まあ、その割にはなんかこう面白い構図にできたかなと思ってまして、これ多分ノートリミングだと思うんですけど、なんかこの辺りから本当にねなるべくリアルに撮って、そのまま出せるが理想でも、まあ別にその取って出しにこだわるわけではないので加工するときはするみたいな、なんかすごくこう柔軟になり始めたのがこの時期かもしれないですね。はい、ここからはね光に向かって歩くシリーズをちょっと並べてるんですよね。まあこれは前のページから続いてるんですけども、まあ去っていく横で歩いているみたいなのを並べて、でまたたゆたうこの水に戻ってくるってことで、まあ初期の方でね水を結構モチーフに出してたと思うんですけど、それがまた一周回って戻ってきたっていう感覚ですね。
で、ここから少しだけ人に寄せていってます。まあその水つながりで、これ琵琶湖なんですけども、シルエット、花さんに立っていただいて撮った一枚っていうところから、ちょっとね、僕としては珍しくポートレートを今回挟んでいます。で、結構明るいね、なんかこのグラビアアイドル撮るような写真は多分僕はやらないんですけど、こういう周辺がっつり落ちたね、ほんと一筋の光の中に人がいるみたいな、こういう写真は意外と好きなんじゃないかなと僕が今改めて思い始めてまして、でまあやっぱまだまだね、その人を撮るのに慣れてないっていうのもあるんで、ここから勉強をさらにしていかなきゃいけないっていうのはまあ感じてはいるんですけど、この間ね、野村誠一先生にもね、アンディさん、人も撮った方がいいよっていうのをね、なんかこうふわっと言っていただいて、まあそれもすごい印象に残ってたのもあって、よし、じゃあちょっとそこは次の意識を変えなきゃなみたいなのもあったので、今回の写真展にも出させていただいてるっていう感じです。はい、で最後、これはもう僕の中で一番好きな中小ですね。煙に見えるんですけど、これ実はカーテンの隙間なんですよね。こういうことを多分もっと作品として消化していきたいっていうのが、まあ最後のラインで、まあ、どうここに結びつけていくか、まあ今までのね、こう1年間で撮りためただけでは足りないので、ここからまたねどんどんやっていきたいなというふうには思ってるんですけども、で最後に追憶ってことで、一番これ自分らしくないけど自分っぽい写真っていうので記憶に残ってたものを出しました。まあ椅子の光の具合とかものすごく気持ちいいんですけども、多分これを出した時にこれってアンディさんの写真だよねってならないと思うんですよね。なんかこの辺がうまくこうアンディらしさにつながっていくといいなというふうに感じているのが、まあ今回ですね。といった感じで追憶見ていただきました。ページ数増えておりますね。いつも24ページだったのかな、今回36ページということで、かなり厚みも増してきました。いやー、まあ毎月出すのは全然楽ではないんですけど、楽ではないんですけども、ちょっとここまで来たらもうやりきるぞっていう覚悟も決まってきましたので、次回のテーマは全く決まっておりませんが、まあよかったら5月分も楽しみにしていただけたら嬉しいです。で、こちらですね、限定で、多分5部ぐらいかなをネット販売に残してます。とあと会場で売り残ったものは、ネットに出ますんで、まあなんとかどっかでネットで買っていただくことができるんじゃないかなという気はしています。よかったらそちらも概要欄からチェックしてください。そして、ライカにこうしてコミュニティ運営しております。楽しくねフォトブックやったりとか、みんなでこうグループ展やったりとかね、いろんなことを挑戦しながら写真上達楽しくやりましょうっていうのがコンセプトでやってますんで、よかったらそちらもねチェックしてもらえたら嬉しいです。それからチャンネルの高評価登録もお願いしたいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。